こんにちは、つっちです。今回は、愛媛県、エリエールゴルフクラブ松山、アウトコースの3番ホール、レギュラーティーからピンまで158ヤード、ショートホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、大王製紙、エリエールレディスオープンが、2023年11月16日から11月19日まで開催されます。3番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、グリーン手前から右サイドまで池が迫る距離のあるパー3、上空の気まぐれな風が池に誘い込む危険なホール。選手たちのクラブ選択やショットのキレに注目したい。グリーン奥からのアプローチは非常に難しい。常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの3番ホールはパー3、レギュラーティーからピンまで158ヤード、ハンディキャップは9、池越えのショートホール。難易度は18ホール中15位、平均スコアは 4.11、 平均パット数は 2.03。 100切りの人は1オン2パットのパー3チャンスです。アウトコースの3番ホール、パー3、レギュラーティーからピンまで158ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、グリーン手前から右サイドまで、池が迫る距離のあるパー3、上空の気まぐれな風が池に誘い込む危険なホール。選手たちのクラブ選択やショットのキレに注目したい。アウトコースの3番ホール、パー3、グリーン奥からのアプローチは、非常に難しい。常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ゴルフ場の週間天気と今日、明日、明後日のピンポイント天気をお届けします。気温、降水量など基本情報だけではなく、プレーに役立つオリジナル天気予報も。風の強さと湿度、気温に応じたゴルフエンジョイ指数を1時間ごとにお知らせします。ゴルフ場のピンポイント天気予報をチェックし、今すぐゴルフ場予約、コンペ予約をしましょう。次回はアウトコースの4番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人はチャンネル登録してお待ちください。